はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、この間久々ですね、硬いバレーですね、硬いボールのバレーを、やってきたんですけども、やっぱ使わない筋肉を使うとついつい筋肉痛になりますね。はい、まあ、レシーブとかね、結構僕得意なんで全然上がるんですけど、どうしてもジャンプ力がないのでスパイクはちょっと苦手ですね。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、首の痛みについてお話をしていきます。首の痛みですね、まあ首が痛い、回らないとかいろいろあると思うんですけど、じゃあそれに対して首をね、こう揉んでみたりとか温めたりとかするとそれが改善するかっていうと、そうじゃないです。で、じゃあなぜそこで改善しないのかっていうと、首自体に首の痛みの原因があることの方が少ないんですよね。もう一回大事なので言いますけど、その首の症状の原因は首以外にあることが多いです。じゃあどこにあるのかっていうと、はい、前鋸筋ですね。前鋸筋って言われる筋肉が硬くなることによって首の痛みが出る方が非常に多いです。で、前鋸筋っていうのはですね、どこにあるのかっていうと、はい、こちらですね。はい、青く光ってますけども、はい、まああばらですね、あばら骨の、まあ、真ん中から外側と、この肩甲骨のね、この内側まで走ってるんですよ。ちょっとわかるかな、肩甲骨、これ肩甲骨ありますよね、これの内側まで走ってる筋肉です。まあ僕たちの体でいうと、この肩甲骨ですねの中を通って、この脇のところにですね、こうビャーッと出てくるような、バーッと出てくるような筋肉ですね。はい、でこの筋肉っていうのは日頃肩甲骨をこう動かしてくれてるわけなんですけども、この筋肉が硬くなってくると、なぜ首の痛みが出てくるのかっていうと、前鋸筋っていうのは硬くなってくると、肩甲骨がこう外側に開いてきます。まあ、簡単に言うと、こう巻き肩方向ですね、肩甲骨がこうなることによって巻き肩方向にこういうふうに持っていかれてしまいます。こうなることによって肩甲骨がロックされてしまうと、首の動きが出にくくなるっていうですね、法則があるんですよね。まあ、実際にあなたにもちょっと試してほしいんですけど、胸をバンと張って肩甲骨をこうやって寄せた状態でですね、こういうふうにしてあげるのと、わざと猫背みたいにしてこういうふうにするのでは、こっちの方が多分動かしにくいと思うんですよ。はい、で動かしにくいからと思って無理やりこうバッてすると、この筋肉が引っ張られてしまって痛みが出てるっていうわけなので、要はこの肩甲骨は動くようにしてあげればいい。つまり前鋸筋を柔らかくしてあげれば、首の痛みっていうのは、なくなってスムーズに首が動くようになります。はい、なので皆さんにはですね、今からそのストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思うので、まあ、一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ前鋸筋のストレッチをやっていくんですけど、まあ、どこにあるのかっていうと、まあ、さっき言ったようにこの辺りにあるんですが、自分の手のひらをですね、脇ありますよね、脇、はい、くすぐったい脇があると思うんですけど、そのね、ちょっと下ですね、はい、にこう筋肉がつまめるところが多分あると思うんですよ。これ広背筋って言うんですけど、これに対してですね、ガーンって指を当ててあげるとですね、この辺に縁があると思います。縁ですね、この前鋸筋が硬い人はかなり痛いと思います。ここの溝ですねっていうのを見つけていただいたらですね、あとは手を適当に動かすだけです。手を適当に動かすだけ、はい、カウボーイみたいにこういう風にしてもいいし、まあ、水泳選手みたいにクロールとかですね、平泳ぎとかしていただければいいんですけど、この時に注意点が、ここがね、しっかり押さえれてないと意味がありません。ここの指がですね、こう力が抜けた状態でこうやっても全然意味がないので、ここ自体はしっかり押さえておきます。はい、押さえておきます。で、押さえておきながら、いろんな動きですね、こういうふうに前にこう回してあげたりとか、あるいは後ろに回してあげたり、まあ、これを20回とかでもいいと思いますよ。はい、もう本当いろんな動きをしてあげてください。これ目的何なのかっていうと、要は肩甲骨が動くようにしたいので、肩甲骨が動きであれば何でもいいです。はい、で各動作、自分の好きな動作を、まあ、20回をですね、2回ぐらいしていただいて、でその後に首をですね、動かしてもらうと、今ですね、僕こっち側やったんですけど、こっちはこれくらいいくんですが、やってない方はですね、ここで止まっちゃうんですよね。はい、
明らかにやった方が曲がってるの分かりますかね。はい、っていう感じで前鋸筋が硬くなることによって肩甲骨の動きが出ずに、首の痛みが出てきてしまうっていうのがありますので、まあ、よくデスクワークをしてる方だったりとか、あるいはですね猫背の方ですねとかは特に有効だと思いますので、心当たりがある方はぜひ一度やっていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。